NHK 福祉大相撲は NHK と NHK 厚生文化事業団が主催、日本相撲協会の全面協力で毎年2月に国技館で行われるチャリティー工業。NHK 福祉大相撲は1967年2月4日に NHK 事前大相撲の名称で倉前国技館にて開始。1975年に NHK 福祉大相撲へ、改章、1985年に、現在の国技館へ移り2017年で50回を数える、花相撲の中でも著名な工業の一つである。毎年、本工業の純利益で、福祉サービスカー、福祉相撲号を購入し、日産自動車からの寄贈分1台と合わせて障害者、高齢者の施設団体へ贈呈している。 この車両は2017年までに303台が贈呈されている。本工業では、太鼓の内訳、相撲人工、食きり、幕内力士と横綱の土俵入りと、幕内取り組など、他の花相撲でも行われているものの他に、力士が相撲とは関係のないゲームで競うコーナーや、お楽しみ歌比べと呼ばれる、女性歌手と力士による歌謡賞も行われる。歌比べ等は、 土俵周囲の一方の末席の上に特設ステージが設けられ、ここを舞台に行われる。本工業の模様は開催日から1.2週間ほど後で NHK 総合テレビでダイジェスト放送される。テレビでは第1部はアトラクションを中心に第2部がお楽しみ歌比べで各45分に内容をまとめて放送される。デジタル放送 EPG では第1部と 第2部で区切られている。2017年は第50回を記念して場面転換時に過去の回の映像を紹介したり、お楽しみ歌比べにて白鵬、春馬富士、各竜の三横綱に大関、照ノ富士が出演するといった例年以上の演出がなされた。2011年2月11日に開催される。 予定であった第44回工業については主催者である NHK が前年の野球賭博問題の捜査の過程で発覚した八尾町問題などを理由として中止することを2月3日に NHK 会長の松本正幸自らが記者会見で発表したすでに購入した入場券は払い戻しに応じることになった当日の模様は2月20日に総合テレビで放送される予定だった また、3日後の2月14日には、NHK 厚生文化事業団が、当初の予定通り、福祉サービスカー5台を各施設団体に寄贈することを発表。今回の場合は、福祉大相撲の収益はなく、事業団の創立50周年事業として900万円を自己負担で賄う形となった。ただし、毎年恒例だった、福祉相撲の文字を入れずに贈呈。 2012年以降は通常通り開催されているが2021年については2020年の新型コロナ流行の影響やそれに伴う東京都など1都3県に改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が同年1月8日から発令されたことなどを受けて今年度の開催を見送ることを決定したありがとうございます